ラブ神戸をご覧の皆さん、おはようございます。今日は塾女レポーター A 子がトワラウトにありますリアン・モローさんという美容室にお邪魔したいと思います。それでは行ってみます。はい、こちらが看板になります。こちらのビルの2階になります。入り口になります。あ、ここに2階着きました。電気がつきました。あ、皆さんこんにちは。お邪魔いたします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではオーナーのお名前をよろしくお願いいたします。リアングロオーナーの菊秀明と言います。あ、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは白を基調としたナチュラルテイストのお店になっているんですけれども、お店の中をご案内していただけますでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、どうぞ。あ、こちら素敵なシャンプー台になってますね。はい、ありがとうございます。このシャンプー台なんですけれども、このカーテンはなんかすごく素敵なんですけれども、イメージはどういうイメージでお作りになったんですか？このカーテンはお店で作るときに一番こだわった点なんですけど、はい、バリのリゾートをこうイメージして、はい、天蓋をイメージして作りました。すごい癒されそうなスペースになってます。ではちょっとシャンプー台の方を見ていただいていいですか？はい、お邪魔します。あ、こちらのシャンプー台なんですけれども、はい、なんかちょっと私がいつも言ってることが違って特徴がありますね。そうですね、これ夢シャンプーっていう名前なんですけど、はい、シャンプー中、はい、夢見心地でシャンプーしてもらえる、すごいリラクゼーション効果の高いシャンプー台になってます。あ、それはいいですね。ちょっと触ってみますね。あ、どうぞどうぞ。あ、ふわふわです。で、ここ頭乗せるんですね。そうですね、これ支点になってるんで、首が疲れにくい。それはいいですね。はい、でこちらのシャンプーなんですけれども、はい、どのようなシャンプーを使われてるんですか？オーガニックのシャンプーを使ってるんですけど。あ、そうなんですね。私もちょっと髪の毛がね、今すごく傷んでて、オーガニックにはすごく興味があるんですけれども、こちらの人気メニューは何になりますか？人気メニューはオーガニックカラーが人気メニューなんですけども、成分が自然由来成分が 89%、89%、はい、入ったカラーになってまして、はい、仕上がりがすごい艶やかになるのでぜひおすすめです。あ、いいですね。こちらのお店なんですけれども、はい、何時から営業されていらっしゃるんですか？10時から、はい、受付時間7時までになってます。あ、7時までですか？はい。お休みは月曜日ですか？お休みは不定休になってるんですけども、月曜日も空いてるので、はい、はい、あ、月曜日空いてたら嬉しいですね。そうですね。なんか髪の毛ってね、急にね、もう行きたくなったら止められなくなっちゃいますもんね。そうですね。はい、はい、分かりました。こちらのお店なんですけれども、はい、開店されて何年ぐらいなんですか？今年の12月で、はい、丸3年経ちます。あ、丸3年なんですね。はい、たくさんね、病院この辺もありますもんね。そうですね。じゃあこちらのお店の PR をお願いします。 PR ですか？はい、うちのお店はちょっとこう隠れ家的なお店なんですけども、はい、一人一人お客様こう丁寧に接客させてもらって、はい、そうですね、髪の毛をこう極力傷ませないように、綺麗に仕上げるっていうことを一番こう意識してやってます。あ、今ですね、コメントが入りまして、はい、かっこいいっていうコメントが入ってますよ。そうです、すいません。ありがとうございます。ね、かっこいいですよね。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではこちらのトワロードのリアングローさんです。皆さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。